いやつがいたって感じですよね。わかります。ただやばいやつじゃないんです。え、あ、股間産んでますよね。やばいやつがいたって通報します。ちょっと待ってください。え、私舞台女優を目指してまして、その練習中でして、やばい人じゃないんです。鞘師里保と申します。あ、いや